さあ皆さんこんにちは、栄光 GO! でございます。今日もですね、栄光に向かって GO していきたいと思います。さあ今回はですね、何をやるかと申しますと、私の辛かった仕事ベスト3でございます。過去にですね、いろんな仕事、あんなこんな仕事、こんな仕事やらせていただきました。その中で、あれはきつかった、あれは辛かったという仕事たくさんあるんですけども、その中でちょっと3つ、ベスト3をですね、発表紹介させていただきたいと思います。マニラ警察ロケ、はい、これはですね、約1週間ですね、フィリピンのマニラの警察になりまして、密着いたしまして、このマニラの犯罪をなくしていこうというロケだったんですけども、このフィリピンのマニラのこのロケが僕の芸人人生で初めての海外ロケだったんですよ。で、言ってもフィリピンマニラなんてね、日本からまあ近いですし、まあそこまで苦痛じゃないんじゃないのっていうふうにやっぱ思われがちなんですけども、やっぱね、僕ね、まあこれ個人事なんですけども、自分事なんですけども、ちょっとやっぱ多少な潔癖があるんですね。なのでやっぱ日本ってね、やっぱいろんな海外行きましたけども、日本って綺麗すぎるんですよ。マニラはね、ちょっとね、僕の中ではちょっと環境が肌に合わなかったかなっていうのがちょっと実際僕の中ではありました。で、これ何をするかというと、このマニラで本当にね、実際に警察の格好して、本当にパトーカー乗って、本当実際のマニラの警察の方と一緒に、まあとにかく24時間ロケしていくんですけども、日本のよく警察24時なんてやってますけども、あれって大体聞くところによると、半年間ぐらい警察に密着させていただいて、その中の事件をこうピックアップして2時間の特番で見せていくわけなんですけども、僕これたった1週間なんですよ。じゃあこのね、1週間だけでもね、幸か不幸か、飲み屋街の喧嘩であったりとか、盗難車との車のカーチェイスがあったりだとか、盗難があったりだとか、いろんな事件にこう巻き込まれました。それがやっぱりね、警察としてやっぱこう止めなきゃいけないんですけども、それがね、怖いんですよね。何が怖いかってね、そういえば喧嘩してる人をじゃあ止めるってなった時に、僕のね、気持ちのとしてなんですけど、ドラッグとかやってんじゃねえかなとか、ちょっとそういう不安もあったんですね。おい警察だ、喧嘩やめろって時に、プロの警察、訓練を受けた警察が止めに行くのと、僕みたいな素人で、変にね、ドラッグやっておかしい人が急にね、拳銃を突きつけてきたらどうしようとか、いろんなことやっぱ考えちゃって、すごく怖かったですね。このマニラ警察ロケ自体も相当過酷で辛かったんですけども、食べ物もね、ちょっと口に合わなかったんですよね。行った店が悪かったのかな。日本料理屋連れてってやるって言ってね、日本に早く帰りたいと思ったら、ちょうどその3日目4日目ぐらいにね、日本料理屋連れてってやるって、日本料理屋行ったんですよ。で、海鮮炒め定食頼んだんですね。食ってましたね海鮮が一口食べただけでもうそうなりました。もう食ってましたね海鮮がまたそれをね、炒めてるから、この香りもね、すごい強くね、ダイレクトに来ましたね。行ったお店がたまたまだと思うんですけども、本当に ロケも辛かったし、生活もきつかった、そんなロケでしたね。大喜利で、1日でアメーバブログ1001回更新しなきゃいけないという、アメーバさんからの、仕事の依頼だったんですけども、お話受けた時はすっごくテンション上がってたんですよ。まあ、もともと大喜利自体は好きだったんで、で、ブログの更新も毎日やってたんですね。で、それでやっぱこのブログも書くのも好きだったし、大喜利も好きだし、好きと好きのこう組み合わせなんで、これはぜひやりたいなと。で、アメーバさんからギネスに申請したいと、
今までこう世界中でですね、このブログの更新っていうのが1日に1000回ブログ更新した人は保持者がいると、それを超えて1001回、ただ1001回更新するじゃ面白くないので、芸人なので、1001台のお題に答える、大喜利のお題に答える、そういう企画でございました。これね、1001回大喜利でブログ更新するってことはよ、1分、20秒ぐらい、それでどんどん更新していかないと1001回に到達しないんですよ。1分20秒ですよ、約ね。それをただブログ更新するんじゃなくて大喜利で答えるっていうのがどれだけやっぱ大変か、ですね、これをやった時は芝公園のセレスティンホテルを1日ですね、撮ってくれまして、ホテルで缶詰状態 でずっとパソコンに向かい合って、行かなきゃいけない、更新していかなきゃいけない。そうなると、で、このブログで更新するこの大喜利のお題も視聴者、このブログのこのリスナーからのお題なんですよ。写真で一言になりますね。これね、ずっと大喜利のこと考えてるんですよ。めちゃめちゃきつかったっすね。24時間やっぱずーっと頭フル回転しなきゃいけない。しかもね、ずっとホテルで一人で缶詰。もう孤独ですし、もう途中投げ出したかったですし、途中トイレ行きたいじゃないですか。トイレ行くにも、あの写真の人となんだろうなって用を足すとか、やっぱお腹も減るんで、飯も食べながら、この大喜利どうしようかなと思いながら、片手でご飯食べながら片手でパソコン打って更新していかないといかない。これは地獄でしたね。もう1日が24時間どころじゃなく、もう1週間、2週間に感じたぐらい、体力的にも精神的にもきつかったです。で、アメーバさんが、この企画で、ギネスに、更新したいと、申請したいということだったんですよ。で、僕がこれできたら、アメーバさん的にもすごいことだし、ギネスもね、もしかしたらこう、獲得できる。僕の自分の中のタレント狩野英孝としても、やっぱプロフィールに、ギネス保持者ということで、これはタレントのスキルもアップするな、プロフィールもすごく熱くなるなということで挑戦させていただいたんですけども、まあ、きつかったですけど、なんとか、大喜利で1001回。なんとこれ達成いたしました。なんとか頑張って。で、しかもですね、その後、ネットのニュースにもなりまして、嬉しかったのが、カノエコブログ1001回更新達成。で、しかも、大喜利の内容も、素晴らしいというふうに書いてくれました。嬉しくて、ほんとね、感動を覚えましたね。で、アメーバさんが、このギネスに申請をね、しに行ったところ、ギネス側が、大喜利って何？そりゃそうなんですよ、考えてみたら。大喜利ってこれ、日本のお笑いでしかやってないことであって、まず大喜利ってのが世界であんま認められないんですね。ブログ1001回はすごいけど、大喜利がよくわからない。気持ち的にも、辛かったんですけど、それでも達成して上がって最後落とされたみたいな。なんかね、ガクッときましたね。でもそれでもまあ、達成感はありましたけど、めちゃめちゃ辛かった仕事でございます。ベスト 1! こちらです。アフリカサバンナでのロケ。これはですね、見てくれた方、そして、あ、やってたなっていうふうに覚えてくれてる方、本当にありがとうございます。本当に辛いロケでした。これを一番最初にやったのが、どうやら日本の、まず、着ぐるみってのが素晴らしいんですって。世界でも。すごく細かく精密に着ぐるみが作られていて、世界の中でもやっぱ日本の着ぐるみっていうのがトップクラス。にちなんで、日本のね、動物の着ぐるみを着れば、アフリカのサバンナで野生の動物に溶け込めるんじゃないかというロケでございました。いろんな動物と絡ませていただいたんですけども、ワニであったりとか、サイであったりとか、ライオンであったりとか、ダチョウであったりとか、いろんな動物の着ぐるみ着て絡ませていただいたんですけども、一番きつかったのがシマウマです。いや、わかりますよ、気持ちは。え？いや、ライオンとかね、ワニとかね、そういうね、肉食の動物の方がきついんじゃないかと
皆さん思いがち、いやもちろんそれはきつかったですよ。めちゃめちゃもちろんきつかったんですけども、あの草食動物、このシマウマが一番きつかった。で、このシマウマの着ぐるみを作ってくれた会社がですね、相川翔さんが、映画で演じたゼブラーマン。ゼブラーマンの衣装を作ったところが、シマウマの着ぐるみを作ってくれたんです。実際僕もその着ぐるみを見たとき、本物かなと思うぐらい、すごい細かかったです。シマウマの目も、わ、これ本当の目のようにね、生きてるような目でしたし、まつげ一本一本もね、丁寧に作られてる。これだったら、シマウマのね、サバンナにいるシマウマの群れに溶け込めて一緒に草食べたり、草原を走ったりできるんじゃないかと。いうことで僕もね、自信はあったんですけども、実際ね、着ぐるみを着た時にふざけんなと思いました。ワンサイズちっちゃかったんですよおい、プロフィール見たのかと。ちゃんとちっちゃいんですよ。着ぐるみの中は大体こういう体勢なんですね、腰を曲げて、で手はこの棒を持って前足の代わりをする。で、このワンサイズちっちゃい着ぐるみの中でずーっとこの体勢なんですね。で、まず腰も痛いし、首も痛いし、で、ずーっとこの体勢だから、もう腕も足も痛い。で、アフリカのサバンナですよ。着ぐるみ着て。シマウマの群れをじゃあジープでこうバーッとサバンナでこうね走ってて、あー、そこにシマウマの群れが いました。じゃあ、カノさん着ぐるみ着て行きましょう。で、やっぱシマウマって、草食動物で、やっぱ肉食動物を常にやっぱ警戒して生きてるんですね。なので、自分の群れ以外のものをやっぱ発見すると、すっごい警戒心が高いんですよ。で、一応僕がシマウマの格好をして少しずつ少しずつこう近づいていくと、ずーっとシマウマの群れはこっち見てるんです。で、ある程度の距離に行くと、シマウマの群れがやっぱ離れていくんですね。で、またちょっと近づく。離れる。近づく。離れる、近づく、離れる。常にこの自分のテリトリーには絶対よそ者は入れない習性なんですよ。でね、やっぱり他にもジープとかディレクターさんとかカメラマンさんとか見えたら、もうよりシマウマが警戒するから、あのスタッフさんたちはだいぶ遠いところで僕を見守ってるんです。じゃあどうやってスタッフさんとコンタクトを取るかというと、耳にですね、イヤモニーをつけて、ディレクターの声がこっから聞こえるようになってるんです。で、僕の声はマイクを通してスタッフさんたちに聞こえるようになってるんですね。で、カノさんもっと近づいて、カノさんもっと近づいてディレクターの声がします。で、近づくと、あー離れちゃったみたいな声を聞こえて、離れたんだ。で、カノさん、もうちょい頑張って、もうちょいゆっくり近づいて、ゆっくり近づいて、ゆっくり近づきます。あー離れちゃった。もう、一日中この繰り返しの、ずっと繰り返しなんですよ。でね、腰も痛い、足も痛い、首も痛い、手も痛い。アフリカのサバンナですよ。炎天下の中、着ぐるみ着て、めちゃめちゃ疲れるわけですよ。すいません、ディレクターさん、ちょっと休ませてください。あ、わかりました。って言って、シマウマの格好をしたまま、サバンナでゴローンと横になったんです。少し休んだら、2、3分後ぐらいに、インカムからディレクターの声で、急に、カノさん動かないで!っていう声が飛んだんですね。何のこと?どうしたんすか?って聞いたら、疲れてシマウマの着ぐるみって僕横なってるじゃないですか。サバンナのハイエナが死んだシマウマだと思って近づいてきたんですよ。ハイエナってね、まあ、もちろん肉食ですよ。ライオンが残したシマウマの肉をね、食らうあの動物ですよ。丸々一匹のシマウマが死んでるわけですから、ハイエナたちもテンション上がってんですかね。だいぶ興奮して、ハイエナが3頭近づいてくるんで絶対動かないで。ちょうどね、シマウマの首のところに僕の顔がこう開けれるスペースがあるんですね。見てたら、結構ハイエナって結構でかいんですね。で、そのハイエナが僕の前をこう横切ったりとか、で、奴らもちょっと警戒して近づいても離れたり、近づいて離れたりしてて、あ、でもこれ大丈夫だなと思った瞬間、3頭が、僕の着ぐるみをむちゃくちゃにするわけですよ。で、頭のところには GoPro と言ってちっちゃい硬いカメラね、つけてるんですけど、それも噛み砕くぐらい、バキ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 って音するんですよ。頭の目の上で、目の前で。
やばい、殺される殺されるって、もう引きずられて、でなんなら僕の顔開けて、あ、開いてるね、穴のスペースに顔突っ込んできたりするんですよ。あれはもうめちゃめちゃ終わったなって思いましたね、本当に。で着ぐるみをボロボロにされて、そしたらインカムから、もう菅さん今だ逃げてってちょって言われた時に、立って着ぐるみの中からまさかの人間が出てきて、ハイエナびっくりですよ。でちょっと離れた瞬間、レンジャーの方にバーッと走って逃げてった。あの時はね、怖かったですね、ほんとね。あ、食べられたと思いました。でこっちはね、命がけで逃げてきて、そしたらその時のディレクターがね、僕に言ってきたんですよね。シマウマにはシマウマというふうに思われなかったけど、ハイエナにはシマウマと思われたから企画自体成功かみたいなこと言われまして、何こいつのみんなこと言ってんの。サバンナの朝だ、こいつ頭おかしくなったんじゃないのとやっぱ思うぐらいね、ディレクターとは揉めましたね。でこのロケの時に、もうアフリカなんてもう一生でね、一度これで最初で最後だろうなと思ったら、その後あと4回行きましたよ。まあ今紹介した仕事、本当に辛くて、芸人的にも大変で辛くて、もう心折れそうなロケだったんですけども、このオンエアが終わった時にですね、視聴者の方に、あ、面白かったですとか、よくやりましたね、めっちゃ家族でみんな笑いましたとか、うちの父親ってテレビ、バラエティ番組で全然笑ったことないんですけど、あの、バラエティ番組見て初めて父親の笑顔を見ましたとか、そういう風に言われると、芸人として、あ、頑張ってよかった、あ、苦労して努力してよかったという風に、救われました。まあ、今まで辛い仕事ですね、3つ発表させていただきましたけども、どんな辛い仕事でもですね、やっぱあの、視聴者の方が、面白かった、あれ見て面白かった、笑ったわ、ってやっぱ言ってくれると、あの苦労がですね、本当に一瞬で報われます。なので、皆さんぜひですね、テレビ見て笑ってください。今後もですね、過酷なロケも、まあ、皆さんが笑ってくれるならどん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 挑戦していきたいと思いますので、ということでチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。